はい、どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。なんかさ、剣伸びるの早いかもしれん。はい、今日の動画は、はい、まとめ動画でございます。久々のまとめ動画。ちょっとね、編集するのに気合がいるんですよそれでなかなか撮れてなかったんですけど、本日は気合を入れて雑誌付録の6月発売、7月発売ちょっとみたいな感じのまとめ動画をご紹介していこうかなと思います。雑誌的には7月号、8月号あたりのご紹介ができたらなと思っておりますので、最後までご覧いただけたらと思います。今現在で分かる範囲でご紹介しますので、途中でもしかしたらまた発売が決定になってね、追加されるやつとかもあるかもしれないんですけども、とりあえず現時点で分かるものをご紹介していこうかなと思います。ということでスタート。まずはこちら、6月1日発売となっておりまして、これはセブンネットショッピング限定になるんですけども、婦人画報7月号となっております。片山文三郎商店さんでいいんかな。これ1500円やったらまあええんちゃうんかなっていう気はするんですけど、形はちっちゃいけど使う時だけビヨーンで伸びる感じのやつでございますね。あ、ただね、今セブンネット見たんですけど、グレーと赤両方見たんですけど在庫切れになっております。すごい人気みたいやね。冊数がそもそもさ、そんな多くなかったんかもしれへんね。はい、続きましてこちら、6月2日発売となっておりまして、エッセイ7月号特装版となっております。付録がマスキングテープ&メモ入りムーミン缶ボックスセット。エッセイさんもカンカン出し出したでもカンカン系はね、欲しい方は欲しいっておっしゃられる方もいらっしゃるし、いやちょっとなんかそのサイズのカンカンあってもなっていう方もいらっしゃるし、なかなか分かれるところの付録でございますね。はい、続きましてこちら、6月2日発売となっておりまして、ムック本ですね。ムーミン軽い洗えるビッグなメッシュトートバッグブックということで、メッシュトートでお値段2,959円、ちょっと高くない？びっくりしちゃった。なんかしっかりした素材感なんかもしれへんけどさ、ちょっと高いかなって思いますね。はい、続きましてこちら、同じく6月2日発売となっておりまして、ムーミン保冷ができるピクニックバッグブックということで、これも2900なんぼやな。これ昔から出てるシリーズですけど、うちもね何個かありますけど、多分サイズはねちょっと微妙に違うかなって思いますけど、まあしっかりはしてますよ。はい、続きましてこちら、6月5日発売となっておりまして、セブン限定ですね。モズもっと整理上手な長財布ブラックバージョンでございます。あ、これか、小銭がこう開くタイプのやつやね。私小銭ね、普通の縦チャックでいいねんけどな、逆にね取りにくいんですよ。たまにさ、コンビニで小銭落とした時にさ、床ツルツルやから一生取れへんねちょっとシンプルチックな長財布って感じですね。はい、続きましてこちら、同じくセブン限定、6月5日発売となっておりまして、あ、ごめん、先ほどの色違いですね。モズもっと整理上手な長財布ブック、ブラウンタイプとなっております。なんかあんまりこう女の子っぽいのが苦手っていう方とか、ちょっとメンズライクな感じなんで、男の人もいいかもしれないけど、男の人ってあんま長財布持たへんかな。私は根っから長財布大好きですけどね、うちの子供たちもね長財布の方が好きやねんな。なんかコンビニとか行くときはちっちゃい財布みたいな感じで使い分けてる感じ、男の子も女の子も。はい、続きましてこちら、同じく6月5日発売となっておりまして、またしてもムック本でございます。ウィリアム・モリス整理上手になれる12ポケット収納ポーチブックということで、3,289円高いんですけど、幅が20センチあるので、なんだろう、カバンの中のポーチかな。マッチはそんなないけど、なんかそれこそさ、細かいもんワッシャーって入れれるし、まあ通帳とかそんなもん開けて入れれるしみたいな、貴重品ポーチにもなるしみたいな感じのものかなと思います。はい、続きましてこちら、こちらローソン HMV&BOOKS 限定となっておりまして、ミニオン真空断熱タンブラーブックボブバージョン、え、かわいいよね、柄はかわいいよね。そしてもう一つこちら、ミニオンバージョンもございます。こちらまあローソン限定とかセブン限定とかいろいろ言ってるんですけど、さっきの婦人画報さんとかゼクシーとか美容雑誌系以外は全て宝島社さんのホームページでも購入できるので、まあ、一応ねご参考までにということでございます。続きましてこちら、6月7日発売となっておりまして、大人のおしゃれ手帳7月号でございます。付録がですね、大人のミッフィー保冷バッグということで、これあれやね、動画でさ、あのミッフィーちゃんのところがさ、カメリアのマークとかやったら可愛いよね。半分カメリアとかやったらさ、もうそもそもブランドが違うねんけど、クリエサスさんバージョンで出してくれよって言ってたやつですね。いやまあでも落ち着いた色合いになっているので、いろんな方がまあ使いやすい感じなんかなとは思うねんけど、ショッピングバッグもお腹いっぱい勢の方はたくさんいらっしゃるかなって思うところでございますね。はい、続きましてこちら、同じく6月7日発売となっておりまして、インゲット7月号でございます。付録がですね、ローラーシュレ70周年記念フラワー柄心ときめく文具4点セットということで、いやローラーシュレさんは可愛いよ言うて、なんやろうな、花柄のイメージなんですけど、いろんなお花柄やったりとか、その白バッグのお花柄っていうのが多いやんか。だからすごい清涼感があるというか、まあ、この時期にぴったりって感じですね。もう関西はすっかりなんか梅雨みたいになってますけど、
どね、めっちゃ雨降ってるけど今。まあ文具セットはね、でも今までいっぱい出たからもう持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うねんけど、意外と使ってるっていうか全部使ってる、なんやかんやで。はい、続きましてこちら6月9日発売となっておりまして、モノマックス7月号となっております。ロゴがですね、チャムス防災御殿セット、これ良くないですか。今までも防災セットは2回ぐらいかな出たことあるんですけど、まあ、出たまたアルミブランケットやね、あのギラギラにしたやつやね。あとホイッスルとグローブとペンライトとボトル、中身全部ボトルに入れとけるし、ボトルはボトルで別で使ってもいいしっていう感じだと思うし、何せねデザインが可愛い。これめっちゃ欲しいな、軍手ついてるし嬉しいなってちょっと思ったところでございます。で続きましてこちら、ひんやり冷たい超冷感素材ネッククーラーブック。これ M サイズと L サイズある感じなんですけど、一応ねローソン HMV HMV&BOOKS オンラインで販売ということでございますね。まあ、コンビニやからさ、ちょっと立ち寄った時にあこれ買うみたいな感じで買っていく人がいるかなーっていうので多分置いてはるんやと思うねんけど、こないだイオンでさ、性能は分からんよ、同じやつかどうか分からへんけど850円で売ってたで。あの扇風機と一緒でさ、どれが性能が良くってっていうのは買ってみないと分かんなかったりとかするから。でこれまあ2000なんもするじゃないですか。まあ、その分ね、あ全然冷えるの長持ちするとかそういうことがもしかしたらあるんかもしれへんけど、とはいえやでちょっと高いかなって思うところでございますね。はい、続きましてこちら6月12日発売となっておりまして、美的グランさん2023年夏号でございます。付録がですね、ナリスエルグレイスエイジングケア6点、豪華11パウチセットということで、11パウチって多いで、なかなかそんな容器もらえないですけどね。まあ、付録でついてくるのはなかなか良きではなかろうかと思いますね。私まだ在庫あるもん、なんかまだ使ってないやつ、いろいろクリームとかさ、あのお化粧するところもさ、引き出しの横にバンって入れてるんですけど、ちょっと肌にねたまには違う栄養を入れてあげるというのはええ感じではなかろうかと思いますね。美容雑誌さんは皆さん活用してくださったらなと思いますね。いろんなやつ試せるのってやっぱり楽しいからさ。はい、続きましてこちら同じく6月12日発売となっておりまして、スイートさんでございます。可愛いよねこれポーチ。なんかさ、やっぱりこうやってまとめ動画でいろんなものがボワって並ぶとさ、ちょっとあ可愛いなって思うものって際立つね。ここがですね、ジルバイジルスチュアートマルチに使えるハート柄ポーチ豪華2個セットということでございます。1個が合皮製で1個がシースルーになっていて、チャームのところにパールがついてんねんね。だからすごい可愛らしいし、ちょっとリッチ感もあるし、何せお値段が1200円だ。ポーチついて1200円やったらまあ普通やんって思われる方もいらっしゃると思うねんけど、ジルバイジルスチュアートさんのやつがついてっていう、ブランド力が乗っかってデザインも可愛くて1200円台やったら全然いいんじゃないかなって思う感じでございますね。いや他の雑誌さんも頑張ってくれよって思うところではございますけども。はい、続きましてこちら6月12日発売となっておりまして、ランティナムファーストアニバーサリーブックということで、推し活バッグとしても使えるし、通勤通学用のバッグにも使えるし、デイリーバッグにもいろんな使い道がありますよっていう感じになっております。うちわもすっぽり入る大容量サイズということで、元乃木坂の卒業生の松村さゆりさんプロデュースということでございます。まあ、シンプルな縦長バッグでございますね。まあ、持ちやすい感じなんかなと思うねんけど、ちょっとなんかさっぱりしすぎな気もせんでもない。はい、続きましてこちら6月12日発売となっておりまして、リーボック多機能スマホショルダーバッグブックということで、ファミリーマート限定発売されてるんですけど、これもまあ宝島社さんのホームページで購入できますよというものになっております。リーボックさんが前あれリーボックやったっけ、リュックが1000円台で出てん、1800円とか1700円とか、だから安かったんよすごく。それ未だにたまに使ってますけど、割と最近やで、1年半前ぐらいかな。でリーボックやるやんと思ってんけど、やっぱり2600円、上がりまんな値段が。ちょっともう一回見たいけどね、リュックで1000円台とかね。まあ物価高騰しておりますから、なかなか難しいんかもしれへんけどさ、もうちょっと頑張ってほしいなって思うところでございますね。はい、続きましてこちらムックかな、これはスペースインベーダーズテーブルブック、折りたたみテーブルだって。これさ、光ったりとかせんのそういう柄がついてるだけ。光らんわな、プリントやわな。まあ、スペースインベーダーズとか懐かしいけどね、あのピコ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 ね。そんなやった思い出はないけど、ただ喫茶店のテーブルがあのゲームになってるみたいな時代生きてたよ。全然生きてた。懐かしいよね、あの縁が木でさ、真ん中が画面になってて、ほんで中にさテレビ画面が埋め込まれててさ、お茶飲みながらゲームするみたいな、そんな時代もあったよね。いや長いこと生きてますわっていう感じなんですけどミニテーブルなんでちょっと高いかなって思うところではございますね。これ付録でも出たことあるから、この形のやつね、ブランドさんは全然違うけど。はい、続きましてこちら6月14日発売となっておりまして、エビス真空断熱タンブラーブック、こちらお色3色ございます。ちょっとじゅんぐりじゅんぐりね回していただけたらと思うんですけど、エビスでございますね。エビスビール飲むのにちょうどいい感じ。エビスビールってちょっとコクがあ
って苦いよなイメージ。私ビールはねスーパードライかなんかキリンが苦いイメージやねんな。でも最近の子ってさビール飲まれへん子増えてきてんねんね。なんか言いません、最近昔とは違ってさ飲酒とかもちろんのこと厳しいじゃないですか。だからしっかり二十歳になってからじゃあ今日はお酒を飲もうって言って乾杯って言ってビール飲んでみたらブエーみたいな、何これ飲まれへんみたいな感じがね。昔はさあの親戚の集まりのさテーブルの周りをぐるぐる回ってた時代、あの小学生が。そんなんやったらさ親戚のおじちゃんがさちょっと飲んでみるかとか昭和の時代やったらあったやん、まあ、みんながみんなじゃないけどね。でも今ってちゃんとしてるからさほんまに味を知らんと二十歳まで行って一発目で飲んでみたらそらうまいとは思われへんやろな。割と好きですけどねビールね。はい、続きましてこちら6月14日発売となっておりましてモダンリビングナンバー260とジョンマスターオーガニックさんのコラボなんかな、マウスウォッシュ特別セットということで、私モダンリビングっていう雑誌さんを本屋さんでまだ見かけたことがないのよ一回も。前になんかこれ買ってみようかなっていう時があってね、こういうまとめやった時にさ、ほんで本屋さん行ってんけどどこに売ってるか分かれへんかって見つけられへんかってんけど、これは宝塚社さんではございません。マウスウォッシュ2000円は若干高いけどジョンマスターオーガニックさんのマウスウォッシュは若干気になる。はい、続きましてこちら6月15日発売となっておりまして、歌を中身が見やすく整理整頓が叶う多機能長財布ブックプロデュースバイ佐藤子飯田さんということでございますね。なんか最近緑の財布増えてない、なんか歌をさんは多分2回目か3回目ぐらいかな。こういうキルティングじゃなくてこういう感じのキルティングやね。なんか大人っぽデザインかなと思うんですけど個人に入れかな、まあ私が苦手なだけでね、皆さんはこうガパって開く小銭入れて使いやすいと思われる方すごくたくさんいらっしゃるかなと思うねんけどもね。なんか中が黄色っぽくて外が緑やからちょっとキュウリっぽい若干のキューカンバー、まあ、可愛いけどな。はい、続きましてこちら打ち込みサイトで話題韓国発スキンケアブランドトリデンスペシャルブックということで豪華5点セット、ちっちゃいんかなこれ中入ってんのが、まあ 20ml とか 50ml とか入ってるからまあまあスターターセットとすればまあ1000円台で売ってるやったらまあいいかなって感じですね。トリデン私使ったことありますよ、いろいろいっちょかみしてんねん私はほんまいろいろいっちょかみしてる。割とね使い切ったから、あのこういうスポイドのやつとさジェル状のクリームしっかり全部使い切りましたからね、意外と良かったよ。私良くなかったらね使い切らないので、なんかそこそこ潤ってしっとりはしたかなという感じだけどね、割としっとりする感じではあんねんけど、まあ、10段階評価で言ったらまあどうやろうな、自分が使ってみた感想的には75点って感じかな。割と辛口で75点やから合う方はすごい合うんじゃないかなと思います。はい、続きましてこちら6月16日発売となっておりまして、素敵なあの人こっから8月号になるんですね。これがですねタバサレザー調超スリム財布ということで、いやこれさなんかあんまり仕切りのない長財布の中に入れてるやつって感じなんですけど、これ1個で一応財布にもなるよって言い張ってんねんけどさ、お札も入れれるみたいなんやけど、お札入れるところ上にチャックとか何もついてないからさ、まあどうかなっていう感じやねんけど、今お使いの例えば長財布がハードポケット足りひんとかちょっと収納のポケットが足りひんっていう時に追加で入れとったらええんじゃないかなっていうものかなって私的にはちょっと思うんですけどね。それか旅行行った時でもチャックは欲しくないか。それかさ今あのポシェット型のお財布ってあるじゃないですか、この間ありましたなんかちょっとふにゃふにゃする感じのアンタイトルさんのやつとか、あんなの中に入れておくとかそんなんやったらええんかなっていう気がします。はい、続きましてこちら6月16日発売となっておりまして、ダイム8月号でございますね。ここがですね面白いね、ファイナルファンタジーグラフィックオセンスですわーでございますね。まさかのオセンスがつくということ でこれ青と赤とあるんですけど、どっちが出るかはランダムみたいです。まあでもねあの男の子とかでもそうやけど女の人とかでもね割とセンス持ってる人って多いやんか、まあ、絵柄はポップだけど色合いがちょっとふんわりしてるから、まあ、可愛らしくていいんじゃないかなって思います。はい、続きましてこちら6月16日発売となっておりましてジェリー8月号、これがですねエモダジェリーラメコスメセットということで、いやあのねこれ系のねラメってあるじゃないですか、大概はね使えない系ラメなんですよ。付録でついてくるラメってさ、トントンってしたらっていう感じやね。そんななんかパーンっていう感じのラメは入ってることってすごく少ないんですけど、ただね去年一昨年ぐらいのジェリーさんのやつ年末に出たやつ、私あの1年ぐらい使い倒したやつね、それのラメはもうすごいキヤキヤするラメが入ってていいやんか。なのでジェリーさんはそういう良い前科があるのでワンチャンキラキラ使える系なんかもしれへんね。またいろいろ買ってね試してみますんで、他の動画もご覧いただけたらと思います。はい、続きましてこちら6月17日発売となっておりまして、こっからと美容
用雑誌ゾーンに入ってまいりましたけども、ビストさんだけね発売日がちょっと早いんですよ。で他の美容雑誌さんはだいたい毎月22日発売なんですけど、だからまとめて取り上げるからビストさんって私あんまり取り上げへんかってんけど、今まで。あとこれ付録見てください。ビスト8月号でございますね。付録がですね、ドゥラメールの美容液透明張りアップ化粧水ということ で、これ何ミリリットルついてくんのこれ。ドゥラメールさんやから高いでしょ。お値段980円となっておりますね。雑誌のローション5ミリリットルでございますね。ちょびっとだけど、ただドゥラメール試してみたいっていう方はねたくさんいらっしゃるかなと思うので、ほんで一番人気のさ、ドゥラメールのクリームついてた付録あるじゃないですか。あれはことごとくね売り切れになっていることが多かったりとかするので、うち田舎やからさ、あんまりなんかね人が寄りつかない本屋とかもあるわけですよ。そういうところ行ったらね、なんか 2,3 週経ってるのにまだ売れ残ってたりとかすることもあるんですけど、普段行っている普通の本屋さんではドゥラメール系はいつも1日とか半日とかで売り切れるお店もあるんじゃないかなと思うので、気になった方はぜひ早めにゲットしてくださったらなと思います。まあ、5ミリリットルやけどな。はい、続きましてこちら同じくビストさんでございますね。6月17日発売となっておりまして、ビスト8月号増刊版となっております。ここがですね、リズムの開けたらすぐできる炭酸パック、ミーラルのスカルプシャンプー現品サイズということでございます。おお、お得じゃないこれ。炭酸ガスパックって使ったことない、まあ、1回分らしいんですけど、ただね頭皮がさっぱりしますよっていう、ミーラルのスカルプシャンプーが 95ml 現品サイズでついてくるということで、これお得なんちゃうんかな。使ってみたい。今回ビストさんちょっと要注目ですね。またツイッターとかで今日発売日やでとかお知らせするね、忘れちゃうもんね。気になった方はね本屋さんとかで取り置きしといていただくなり、ちょっとしていただけたらなと思います。今回ビストさんはどっちも人気よと思う。はい、続きましてこちら6月20日発売となっておりまして、リンネル8月号、こちらが通常版となっております。付録がですね、マーブルシュットかずみさんコラボ、普段使いも OK、 サイズがアップする、使い勝手抜群の1泊2日トラベルバッグということで、こう普通に持ってるやんか、この上んとこがボムってこう伸びるんですね。中に巾着が入ってんのかな。まあ、そういう感じで伸び縮みっていうか、ちょっとトート型をこう飛び出ても大丈夫よみたいな感じの作りになってるみたいです。まあ、マーブルシュットさんね、もっと付録出してほしい。なんか久々やん。そして続きましてこちら、同じく6月20日発売となっておりまして、リンネル8月号増刊版となっております。増刊版に関しましては、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっております。今回の動画さえ、これ言ってなくない？このセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となります。これいつもやったらもっといっぱい言ってると思うねんけど、今回増刊版少ないね。そのスイートにしろさ、大人のおしゃれ手帳にしろさ、いやただね、それでなんか増刊版が減っていくんかなとか危惧した時期もあるんですけど、また増刊出たり減ったり出たり減ったりを繰り返してるみたいですね。また付録いっぱいってなるかもしらへんしね。付録がですね、マーブルシュットかずみさんコラボ、日焼け予防に折りたたんで毎日バッグへ、可愛い麦わら風ハット&収納巾着セットということで、これいいのが後ろにね調節ついてるんですよ。最初の帽子が入れへんみたいな、そうすごいちっちゃい作りやったら終わったやけど、じゃなくってちゃんと誰しもが被れるぐらいのサイズ感にしてくれてたら、ギュッてこう調節していろんな人がねフィットして被れる系帽子なんで、でまあパイピングが入ってて可愛いやんか、デザイン的に。だから私割と愛用しようかなと思ってるんですけど、似合えばね、似合えば被ってみりゃわからへんけどね。はい、続きましてこちら6月22日発売となっておりまして、アンドロージー8月号、付録がですね、やばない、もう商品やんこれ、家電やん家電、ホットタブ首掛けヒート EMS ということで、なんか EMS やからこうビュンビュンってこう揉む感じ、昔あったやんか、なんか粘着面でペッてつけて肩ギュインギュインってしてくれるやつ、EMS とあと温めてくれるっていう、肩こりにはすごくいい感じ、ホットタブっていうブランドさんが出されてるやつがついてくるということ でめっちゃええやんと思うねんけど、お値段がね1980円。いやただね、これ欲しいっていう方がね割とコメント欄でたくさんいらっしゃったので、もう肩こりがすごいからめっちゃ気になるっておっしゃられる方もねすごく多くいらっしゃるかなと思うので、ぜひ買ってみてまた検証していこうかなと思います。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、マキア8月号、こちら通常版となっております。付録がですね、コスメデコルテ化粧品&乳液、カバーマーク日中用クリーム&クレンジング、ヘアターバン、あーなんかあれか、顔洗う時のあれか、水晶玉子先生監修開運ヘアターバンがついてくるということで開運ヘアでも何でも開運やな、おもろいけど、でも割とね量多くないですか。コスメデコルテもさ、なんか一本とかだけなんかなと思ったらミニボトルでついてくるし、これ何ミリリットルやろ、9ミリリットル、乳液は1本
構なんやけど、ほんでカバーマークに関しては3本ずつついてくるし、割と量多くない？いや、なかなかいいんじゃないかなって思います。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、マキア8月号特別版でございますね。これがですね、ラネージュリップスリーピングマスク2種ということで、これはどういうもんや。3g ずつが2種類ついてるみたいで、リップスリーピングマスクなんで寝る前にね塗っといてちょっと角質を整えるよみたいなものみたいです。私ね、そんなにね唇荒れないタイプなんですけど、うちの上の子ちゃんがさ、もうガッサガサなんやんか。でなんか塗りって言うねんけど、こうマッチマッチすんのが嫌なんだって。ややこしいよな。もう絶対塗った方がいいと思うねんけどな。まあでも 20g 入りで1500円から2000円ぐらいするみたいなんで、まあまあお得なんじゃないかなと思いますね。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、マキア8月号プレミアム版ということで、ウズバイ不老不死アイクリーム1本、これまさか現品ですか。ちっちゃいんかな、サイズどうやろ。 20g やって、まあでも 20g ついてたら割と使えるからお得なんじゃなかろうか。売り切れになるやつ6月もすごく多そうですね、なんかね。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、美的8月号通常版となっております。これがですね、 N オーガニック透明感ブーストスキンケアセットということで、こちら通常動画でもお知らせしたよね。まあ、各一方ずつにはなんねんけど、フェイスマスクついてくるのがちょっと嬉しいなっていうあたりでございますね。はい、続きましてこちら、こちらも6月22日発売となっておりまして、美的8月号付録違い版となっております。それがですね、これ読まれへんね、デルボラリオ人気の香りのバス&ボディケアアイテムセット大容量パウチ4種ということでございますね。これなんかほら、一方がさすごいでっかいやつよね。バスジェルとかもあるからさ、めっちゃいい香りしそうやから気になるなと思うところでございます。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、ボーチェ8月号通常版となっております。ここがですね、美容家石井美穂さんと金坊さんコラボ朝ケア完結セットっていうのがついてます。もうガタガタのカチューシャ何気に欲しいねんけどね。あとモコモコに泡立てれるやつもついてて、それプラス金坊さんのやつが1本ずつだけじゃなくって、張り込み付録がエストさんとかに2,2,3ついてくるんですよ。全部で10本ついてくんねんね。まあ、そう考えるとなかなかいい感じじゃないかなと思うんですけど、いろいろ試せて楽しいね。はい、続きましてこちら6月22日発売となっておりまして、ポーチ8月号増刊版となっております。6がですね、富士子全人類リップカジュアルレッド原品サイズ1本付き。これすごい気になる。まあ、レッドなんですけど、こうつけて真っ赤っかになる感じなのか、それとも血色カラーなのかっていうのがね、ちょっと使ったことないのでわからないんですけど、そういうのもねチェックできるという原品が1本ついてるやつでございます。これもまた売り切れるんじゃないかな。富士子さんやしね。富士子さんってなんか3つけたら名前みたいな、ほんまにね、人の名前みたい。なのでね、気になるやつは本屋さんとかでお取り置きしてもらうとかしていただけたらなと思うところでございます。マジで美容雑誌さん売り切れ多いからね。はい、続きましてこちら6月22日発売となっておりまして、ポーチ8月号特別版となっております。ここがですね、心意気アイデザインライナー原品サイズ8色の中からランダム1本ということで、これついてる色がね、なんかブラウンとかブラック3色あとグレーと明るいブラウン2色と1個ピンクついてんねやか。で、私ピンクどうしようってぶっちゃけ思ったんですけど、で動画で言っててんよ。ほんならコメント欄で、ね、目尻とかに入れたらちょっと血色カラーになるからいいんじゃないですかみたいな感じでコメントで書いてくださって、あ、確かにと思って。あと目の下とかさ、ちょっとピンクすぎたら上からブラウンとかでなぞってもいいと思うねんけど、いや意外とピンク出ても使えるんじゃねって思ったところでございます。はい、続きましてこちら同じく6月22日発売となっておりまして、ペクシー8月号でございますね。安定の300円。これがですね、ミッキーマウスストラップ付きハンディ扇風機ということで、毎年出ますね扇風機。もうね、ゼクシーさんの300円のやつだけでええんじゃないかなって思ったりとかするんですけど、割とね風量あったりとかするので十分使える感じじゃないかなと思います。なんか色が涼しげで可愛らしい。はい、続きましてこちらも6月22日発売となっておりまして、もう22日言い過ぎても口回れへんねんけど、スヌーピー 2way クーラーバッグとなっております。あ、でもこれね、斜め掛けできるし手持ちでもできるし両方使えるよっていうことで、ランチバッグとしても使えるし、アイスだけで斜め掛けに入れて買えるみたいな感じで、お買い物にも割と使える感じなんかなと思うし、色合いが可愛らしいなと思うんですけど、まあ2500円か、まあ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 。はい、続きましてこちら6月23日発売となっておりまして、こちらもムックですね、スヌーピー大人のス
ステーショナリーセットブック。大人のステーショナリーやけどスヌちゃんなんやね。まあスヌちゃん好きの方もコメント欄でね、あのスヌ愛みたいな感じで、ね、書かれてる方もいらっしゃるから、そういう方はすごくいいんじゃないかなと思います。いろいろはついてんねんけど2500円か、割としまんなーってちょっとやっぱり思っちゃうけどね。はい、続きましてこちら6月23日発売となっておりまして、こちらもムックですね。ラカハラホテル&リゾートアロハマルチトートバッグ、ツーウェイ便利なポーチ付きということで、どういうことどうツーウェイなん。なるほど、ポーチとして使ってもいいし、ポーチがツーウェイやねんね。このトートバッグを折りたたんでポーチに入れといてもいいしっていうことでございますね。ちょっと高いけどね。ハワイか、もうこれ生きてる間に行くことあるんかな。昔一回だけ行ったことあるんですけど、学生の時に。やっぱ若い時は旅行行っといた方がいいね。なんか年食ってから、いやでもなんか割とさ、いい感じのお年になられてから旅行が趣味でみたいな方もいらっしゃるよね。ねんけど、まあうちらの時代年金も出んしな。そんななんか旅行行こうって思うことないかなって思うんですけど。いいな、ハワイ。まあまあまあ、続きまして、こちら、6月23日発売となっておりまして、こちらファミリーマート限定ということなんですけど、エゴイスト蛇腹式長財布ブックということで、全部形これ小銭入れ。やっぱこっちの方が人気なんですかね。皆さんどう？やっぱガパって開く方が使いやすいんかな。私もチャック式が好きなんですけどね。あの、昔出たさ、付録のお財布でさ、このぐらい開くやつがいいねんやんか。で、真ん中がチャックになってんねんけど、この形式がね、私一番使いやすいねんけどね。やっぱり蛇腹プラスガパッと開く小銭入れっていうのが人気なんかな。エゴイストさんの前のあの蛇腹のカードケース、あれすごい人気やったみたいやけどね。だからまあ中財布バージョンも出そうかっていうことになったんかなと思うんですけど、3000円は超えてきますわな。はい、続きまして、こちら6月23日発売となっておりまして、アジョリーパールバスケット 2way バックブックということで、アジョリーさんも3000円超えるか、やっぱりさすがにな。まあでも前までね、手持ちが多かったので、斜め掛けもできるよっていうところはまあ、改良はされたんじゃないかなと思います。はい、続きまして、こちら6月26日発売となっておりまして、オリビア・バートンさんのマルチスマートフォンショルダーバックブックということで、オリビア・バートンさんってさ、割とお花柄とか可愛らしいみたいなイメージがあるんですけど、今回真っ黒ですね。素材感が良くて、形がしっかりしてたらいいなと思うんですけど、やっぱり2900円はしちゃうね。だからこうなってくると、ブロックでさ、例えば1400円とか1500円とかしちゃったとしても、ブックの半額って考えたら、やっぱりブロックでいいやつが出たら、すごいお得なんやね、思ったりとかしますね。まあでも、オリビア・バートンさんはね、割と人気だったりとかするので、あれなんですけど、まあ、黒もシンプルな、でも中が花柄になってる。そういうとこはね、ちゃんとふわっとしてくれてるんかなっていう感じではあるんですけど、縦長のパッチリした感じのやつって、私は割と使いやすいと思う派なんですけど、人によってはね、やっぱり横型の方が落ち着くわっていう方もいらっしゃるし、そこはお好みかなって思ったりとかするんですけどね。続きまして、こちら6月28日発売となっておりまして、大人ミューズ8月号通常版となっております。ここがですね、ムーミンディスクワークを彩る大人の文房具3点セットということで、このブルーのさ、四角いやつは何かと言いますと、ノートかなーとか私思ったんですけど、じゃなくてクリアファイルでございます。なんでちょっと普通かなって思うところだったりとかするんですけどね。はい、続きまして、こちら大人ミューズ8月号増刊版となっております。増刊版に関しましては、セブンイレブンセブンネットショッピング限定商品となっておりまして、ここがですね、ムーミンの整理整頓に便利なインテリアボックス大小2個セットということなんですけど、ただ14センチとかやね。だからそんなに大きくもないんよね。まあ、ペン立てのちょっと大きいバージョンかなぐらいやと思っていただけたらと思うんですけど、なんかね、あのタオルが入ってる画像とかがあって、それ私あのバスタオルかなって思ったんですけど、だからでっかいやつがついてくるんかなって思ったんですけど、意外とちっちゃかったっていう感じのものでございます。デザインは可愛いねんけどな。はい、続きまして、こちら6月28日発売となっておりまして、グロー8月号通常版付録がですね、ディーン&デルーカ保冷機能付きデイリービッグトートということで、これでっかいトートみたいなんですけど、保冷本機能がさ、薄べったいやつでついてくるんかなと思ったら、割とあのごっつい方の保冷本材を使ってくれてるっぽいねんよ。あの写真で見る限りね、ギラギラしてたから。ほんで縦型やんか。で、上の巾着のところの布がでかすぎひんというか、デジカゴバッグやったらもうこんな布でかいやんか、あの巾着のとこがね。そういうんじゃないみたいなんで、割と使いやすいんじゃないかなと思って、ええやんって思ったんですけど、まあ、お値段1400円台。いや、それやったらお得ちゃうこれ。まあでも、ショッピングバッグ、そもそもお腹いっぱい勢の方もたくさんいらっしゃるからあれやねんけど、でも人気出るんちゃうかな。
な、これまたなんか転売ヤーが買いそうな気がする、わからんけど。やから先にねご予約をしていただくか、欲しい方はねちょっとそういうのしとった方がええんかなっていう気もせんでもないね。とりあえず発売日の前日ぐらいに関西は店頭に並んだりとかするので、早めにね動画にするようにしますね。はい、続きましてこちら、同じくグロー8月号の増刊版でございます。増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、っていつも言ってるんですけど、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定のものも宝島社さんのホームページでございますので、ネットでね購入されたい方はそちらもご利用くださったらなと思うところでございます。付録がですね、 D&DELUかステンレス製真空二層構造サーモボトルということで、これ形が可愛いねんな、くるくる回すやつかな、なんかあの牛さんの牛乳が入ってるみたいな、この形がねちょっと可愛らしかったりとかするんですけど、ただ1850円、割としまんなーっていうあたりではあったりとかすんねんけど、売ってるやつがねいくらぐらいやろうか、まあ、1000円とかではさすがに売ってないよね。ただこれちっちゃくない、確か 350ml じゃなかった、あそうやね、 350ml っていうことは缶1個分ということなので、 D&DELUKA さんがお好きであったりとか、このシルバーに白のロゴが入ってるこのデザインがお好きっていう方はご購入していただくのはいいかなと思うんですけど、ノンブランド品の水筒とかやったら割と安いやつあったりとかするから、ちょっと割高感があるかなーってぶっちゃけ思いますね。まあ可愛いけどなー。はい、続きましてこちら、6月28日発売となっておりまして、4つ穴フライパン付き美味しい時短レシピブックということで、まあムックになるんかな、お料理本とかのコーナーにたまに置かれてたりとかするよね、ムック的なものもね。3000円しちゃうよな、ちょっと高いよな。なんかこの4つ分かれてるやつってさ、朝のお弁当の時にいいですよとかあったりとかすんねんけど、まあ、確かにな、確かにねと思うねんけど、まあなんか野菜炒め系であったりとかさ、ちっちゃいサイズのでやつを多く作られる方やったらまあええんかなと思ったりとかすんねんけど、うちお弁当2人分やからさ、この丸やと意外とちっちゃかったりとかすんねんな。だから私未だに買ってなかったりとかすんねんけど、3000円はちょっと高い気がするけども、でもまあレシピ本がついてくるんやったらっていうあたりですね、ギリギリっていうかギリギリ高いなやっぱりな。続きましてこちら、ちいかわもぐもぐクッキングブック抜き型付きということでございます。抜き型、上にペイントするのは多分チョコペンとかで書いてるよね、だから肩だけやったら別にっていうところではあるけど、ただちいかわは非常に表現ができる、再現ができるよね。まあでも確実にちいかわを再現したい場合はこれを買うしかないっていうことでね、多分ね、ちょっと高いけどなこれもな。はい、続きましてこちら、モズビッグショルダーバックブック、まあムックでございますね。え、これ安くない？2475円、え珍しく安い。で今までと違ってさ、こうペラっていうのがついてて、でこれホックなんかな、あ割とこうプッチって押さなあかんホックではあるけど、でもさ今までの上チャックのやつはもう形的にみんな飽きちゃったやんか、だからこういうデザイン違いのやつ出てきてくれて、しかも2500円以下っていうね、唯一じゃないこれバッグでそんな安いの。いや久々にモズさん頑張ってくれたよねっていうあたりでございました。続きまして7月発売分に関しても今分かってる分でちょっとご紹介していけたらなと思います。ということでこっから7月分、はいこちら7月3日発売となっておりまして、エープキッズ、はい、あベーシングエープ2023オータム&ウィンターコレクション蛇腹式ブラックショルダー&マイクロコインケースブックということで、長いな。このあのモンキーちゃんがですね、お猿ちゃんがですね、ちっちゃいチャームみたいな感じになってついてくるということで、まあまあ可愛らしいんじゃねえのとは思うけど、3278円、割とお値段するけどもね。でこちら色違いもございまして、こちらでございますね、迷彩柄もございます。なんかさ、未だにさベープって読むのかエープって読むのかいまいち分かんないんですけど、独自路線を貫いてるよね、お猿さんと黒と迷彩みたいな感じのイメージがすごくあります。はい、続きましてこちら、同じく7月3日発売となっておりまして、関根梨沙さんが本気で作った撥水通気コスメポーチブックということで、えコスメポーチなんこれ。関根梨沙さんね、なんかあの美容系 YouTuber さんでらっしゃる、子さんでらっしゃいますね。まあ、3000円ぐらいはしちゃうんですけど、なるほど、横がメッシュになってるんだ。なんか全体的にちょっとねメッシュっぽいので、メイクポーチとしてもいいけど、犬の散歩とか旅行の時にねお風呂道具入れたりとか、あとベビー用品に普段の持ち歩きにみたいな感じで使えるみたいです。でも素材感がちょっとな、薄い感じなのかどうなのかっていうところがちょっと難点ではあるんですけど、まあでもシックなデザインでございますね。
続きましてこちら、これなんか可愛いなって思ってしまったんですけど、4月5日発売となっておりまして、ローソン HMV&BOOKSONLINE で販売ということなんですけど、まあ、宝島社さんのホームページでも売ってますよということで、ムーミンミニ扇風機ムーミンとお花ブックでございます。これね、ローソンバージョンと本屋さんバージョン両方あるみたいで、本屋さんでも売ってるみたいです。ムーミン引かれへんのかな、3839円もするんやけど、私さムーミンもののさ、こういうのってうんっていう感じやねんけど、お花が回るのちょっと可愛くない？ちょっと可愛いなって思ってしまった。ただすげえ高いけどな、大きさが高さ17センチやから、まあまあまあそんなに大きくはないし、ミニ扇風機もそんなめっちゃ風が来るかっつったらそんなこともないんでしょうけど、まあ、手に乗せたらちょっと大きい気するけどね。多分ムーミンちゃんは光らないですね。光ってさらに扇風機もついてたらよかったんやけど、でもデザイン的にはなんかすごく可愛らしい。はい、続きましてこちら7月13日発売となっておりまして、小学館スペシャル小学8年生2023 8月号ということで、夏の自由研究号となっておりまして、ドラえもん置いても持ってもどこでも扇風機ということで、いやたださ、これさすがにさ、多分紙とかで作ってるよねこれ。このなんかなんていうの、ババババババってこう取って、それをこう組み合わせてみたいな、厚紙をさ組み合わせて作るんじゃないかなと思うんですけど、いやさすがにね、扇風機はプラスチックじゃないとまずいんじゃないかなってちょっと思ったりとかするんですけどね。自分で組み立ててみようっていうことなんかな。1300円で買えるからな扇風機、ちょっとなちょっと高いかなって思うところでございますね。せめてプラスチックであれ。はい、続きましてこちらモノマスター9月号でございますね。あ、そっか、もう9月号なんか、なんかすごいね、9月号ってすごいね。7月25日発売分、だいぶ先の分でございますけども、プロコがですねピーナッツスヌーピーデザインのコーヒーテーブルということで、ちょっと画像はまだないかもしれないんですけど、なんか折りたたみのね、さっきのインベーダーゲームのやつの同じような形の折りたたみミニテーブルという感じでございます。はい、続きましてこちらも7月25日発売ということで、モノマスター9月号増刊、増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、フロコがですねピーナッツスヌーピーデザインのコーヒーミル&ミニ缶、前にありましたよね、うち使ってますよ。これもう一回出るんかな、デザインが変わるんでしょうか、同じやつなんだろうか、展開がすごくワンチャン好評やったんかもしれへんね、これでかな。はい、続きましてこちら7月28日発売となっておりまして、グロー9月号でございますね。これさ、ぬいぐるみが良かったっていう方がですごいたくさんいらっしゃった。もう多分カチカチプラスチックなんよね。やねんけど、ゼスプリさんのこのマスコットみたいなのがついてるのはまあ可愛らしいかなと思うことと、一応3つねバラバラに使えるというか、ちょっとミニバスケットを支える穴がね、ここにちょっと開いちゃってる感じではあるんですけど、一個一個でも置いとけたりとかするから、まあまあっていうあたりではあったりとかするんですけど、にしてもぬいぐるみが良かったよね。大きさ的にもさ、多分、ちょうどね、キウイ1個分ぐらいの大きさ。だからまあちっちゃいよな、十何センチぐらいよね。いや、可愛いねんけどさ、このピック2人で持ってるみたいな感じのもすごいね、デザイン的に可愛らしいなとは思うんだが、ただみんなぬいぐるみが良かったってコメント欄で書いてあったからさ、やっぱりぬいぐるみつけて欲しかったなーってそこは思うところでございます。まあただ可愛いけどな。あとちょっとついでにだいぶ先にはなりますが、こちら8月25日発売ということでだいぶ先ですけど、クックパッドプラス2023秋号ということで、これがですねムーミンの磁気のマグカップ豪華2個セットということで、これマグカップなんやね。なんかすごい平べったい感じやけどさ、え、カップつけてくれるのは良くない？なんか正直さ、上に蓋ついてるちょっと小鉢でなんか保存もできるよみたいなやつついてきたこととかあるじゃないですか。やけどそれ1個あってもなっていうあたりやったりとかするし、すごいちっちゃかったりとかするから、サイズ感的にカップやったらさ、例えばコンポタであったりとか普通に使えるやんか。でそれが2個セットっていうのはなかなか豪華でいいんじゃなかろうかと思ったところでございました。お疲れ様でございます。どうでした？なんか気になるやつありました？増刊版がちょっと少ないかなーっていう印象はあったんですけど、いいのはすごいいいしみたいな感じだったよね。あと美容雑誌はやっぱり安定の気になるやつが多かったかなーって思うところでございます。まあ6月7月とね、夏が近づいてまいりますよ。これ今のね、なんかもう早くもね、ちょっと梅雨っぽい感じやねんな。え、ちょっと待って、来週から晴れるんかな。いや、雨が多いね。やっぱり雨が多い季節になってまいりましたねこれね。私割と晴れ女なんですよ。言うて
冬はさすがに傘持つけど、なんかグレールさんで傘買ったりとか、オリビアバートさんの傘とかいろいろあるやんか、あんまり使わんとね、置いてあること多いんですけど、この梅雨の時期にね、今までの可愛い傘をね、全部使ってやろうと思っているところでございます。ジメジメするね、あの気圧がねずっと低いから、これ体調崩される方っていうのもね、ジメジメした時期だったりとか、季節の変わり目だったりとか、なんか寒いんだか暑いんだかみたいなね、この時期すごく多くいらっしゃるんじゃないかなって思います。みんな気ぃつけてね。うちなんかね、夜がちょっと寝苦しくなってきて、うっすらだけ、もうほんま弱の一番弱いやつ、うっすらだけクーラーつけてたりとかする。ただ人によってはさ、クーラーつけたら喉がやられてしまうっていう方もいらっしゃるし、なかなか難しいところではあんねんけど、なんか夜中がね、なんか目覚めちゃうよな。暑いような寒いようなみたいな、まあ、多分湿度とかそういうことでしょうね。いろいろね、ちょっと乗り越えていかなあかんなと思うところなんですけども、なんかコメント欄でさ、あのめっちゃ褒めてくれる人いねえよ、なんかあの地頭がいいですねみたいな感じでね、言ってくださる方がいらっしゃんねんけどさ、多分私アホやんね。っていうのも、あのうちの上の子ちゃんがね高2なんですけど、理系なわけですよ。でね、テスト返ってきたって言って、テスト用紙見してもらって、まあなんか点数このぐらいかなとか言って、あ、まあでも頑張ったんちゃうみたいな感じで言ってたらさ、数学のテストがさ、なんかあの Z みたいなシグマの上にさ数字書いてあって、でその下になんかなんとか引くなんとかとか書いてあって、え、何これみたいな全く見たことないんですけどみたいな、なんかもう忘れたけど、なんか変な記号とか、なんか L とか出てきて、なんか XY ならまだしも L って何みたいな。多分ね、私さ、学歴で言うとですね、この年代に多かった短大出身なんですよ。短大卒ね。しかもお勉強系の短大卒じゃなくって、美術系の短大なんよ。だから高2の時ってさ、数学多分ね選択で取らんでよかってんやんか。いや、取ってないねんね。だから習ってないねんね、多分。何シグマって、なんかオツみたいなやつを見て、なんじゃこりゃってなって、なんかあの急に計算をしだす天才数学者とかが黒板とかにカカカカンって書いていくやつやんこれ、言ってたんですけど、だからまあお勉強面で言うと非常にバカだよまあ分かってる方もね、すごいたくさんいらっしゃるかなとは思うんですけど、どちらかというと学校に行くっていうより早く社会に出たかったっていうタイプだったんで、お勉強っていうのがねちょっとあんまり苦手だったんですけど、ただうちの上の子ちゃんに関してはとってもねお勉強ができるので、で下の子ちゃんはねちょっとまだ分からんけど、多分私よりは全然賢いと思うからよかったと思ってママ全然できへんしみたいな感じやからさ、まあでもすごいね、大変やなって思う。自分がその勉強っていうのが非常に苦手分野だったので、だから余計に思うねんけど、ただ私勉強苦手やってずっと思ってたんですけど、ただハマったらね、スイッチがペーンって入ったらすごくきっちりできたりとかする時もあんねんよ。まあ結果ムラがあるっていう感じやねんけど、受験向きとかではないけどね、その勉強とかそういうのの仕方っていうのは全然無理なんやけど、ただ大人になってから学びたいことってすごいたくさんあるなって思うんですよね。まあ結果さ、今まあ生きてるやん。だけどまあ何十年後か死ぬやん。まあ結果死ぬわけやねんけど、でもその間にさ、いろいろ知識欲の悪魔としては私多分知識欲の魔女か知識欲の悪魔なんで、まあ、リゼロかチェーンソーマンかって感じなんですけど、知識欲がすごいので、なんかねいろいろやっぱり知っときたいなって思ったりとかするんですよね。なんか最近何やったかな、なんか忘れたけど、なんかチャット GPT 絡みやったかなんか忘れたんですけど、全然自分の知らん事柄がなんかポンって出てきてんやんか。で珍しいんですよ、大体のことって。まあ、例えばネットニュースになっていることであったりとか、まあ、今流行っているものであったりとか、ツイッターでちょっと拡散されているものであったりとか、インスタでみんながこうこれいいよねみたいな感じで流行っているものであったりとか、まあいろいろさ流行りものであったりとか話題になっているもの、世の中たくさんあると思うんですけど、もう知識欲やからさ、なんかいろいろチェックはしてんのよすごく。やから全く知らん分野のものってすごく珍しくって、だからあ、まだあんねんなみたいな感じでちょっと思った記憶がちょこっとあるんですけど、あとさ都市伝説系のチャンネル私すごく好きなんですよ。直木マンショーさんもすごいめっちゃ好きやし、めっちゃ見てるし、あとコヤッキーさんとかタックーさんとかもねちょっとそういうのされてたりとかするけど、めっちゃ好きなんやけど、なんか知らん話がないねんなんていうんかな、聞いたことがない、もう全く未知やっていう感じの内容っていうのがあんまりなくって、ただやっぱり面白いからチャンネルはすごいチェックしてるんですけど、しっかり知識欲がエグいんでね。あとなんかほら未解決事件とかさ、こんなんもうほぼほぼ知らんやつってあんまりないと思う。まあでもさ、そういう自分が好きっていう分野のことだけじゃなくっても、なんかいろんな分野知ってみるのも楽しいかなって最近思い出したの
ので、別に流行りとかそういうのじゃなくてもさ、もうそういうね、なんか情報量を増やすっていうのは、非常にね、なんて言うんですかね、メンタルが安定しますよ。まあ、ほんまに落ちてる時ってもう何してもわかんねんけど、私あのね、トゥードゥーリストが詰まってる時、いろいろやらなあかんことがブワーって詰まってる時は、あ、もうあかん、死ぬって簡単になったりとかすんねんけど言って。でもなんかたくさんのことを知っておくと、なんかさ、私あの、バイトでね、いつも言ってますけど、あの、セブンの夜勤でバイトした時さ、その時おったメンツっていうのが10代とあと20代だったわけですよ。でその時私39か40とかやねんね。やねんけどさ、割とみんな仲良してもろてんやんか。でなんで仲良くしてくれたんやろうよ、考えたらって思ったら、20代の子の中で例えば流行ってることであったりとか、そういうのも知っててん、多分だから会話がずれんかったんかなってちょっと思ったりとかするんですよ。だから知識欲も役に立つことあんねんなーってふとね、この間思ったんですけど、なんか感覚とか感性とかって人それぞれじゃないですか。やねんけど、知識とかこの話題を知ってるか知ってないかで会話ができたりできんかったりとかすることってあるやん。そういうのってさ、まあ、関係なく共通のものやんか、そういう話題っていうものは。だからいろいろ知っておくと、もしかしたらなんかいろんな人との会話のなんか最初の一歩ぐらいにはなるんかもしれへんなってちょっと思ったところでございます。やねんけど、なんかコメントいただいててね、すべて読ませていただいてるんですけど、この間いただいたコメントでさ、なんかね、仕事がないんだって。わかる？私これ一番辛いねんよ。めっちゃわかる。だからなんか知らんけど、上が人を増員するわけですよ。やねんけど、現場にはそんないっぱいの仕事がないねんよ。だから仕事の取り合いみたいになる職場ってね、私2回か3回ぐらい当たったことあんねんよ。あのバイトとかも含めたらめっちゃ辛い、マジで。それほんでちょっと人間関係とかもあんまり良くなくって、時給もあんまり良くないし、次の仕事ちょっと探そうかなって思ってますみたいな感じのコメントだったんですけど、すげえ気持ちわかる。あの前も言ったかもしれへんねんけど、あの病院でね、1回ね、もうそれ就職しようと思ってん、確か正社員で雇われてんよ。昔ですよ、20代の時ですよ。だからちゃんと職歴かけ言われたら、入ってすぐ辞めたみたいなやつも含めたら割といっぱいなるんかなって私思ったりとかするんですけど、もう会わんと思ったら割とすぐ辞めるタイプなんで、もうそっちの方がお互いいいかなと思ってさ。それなんで辞めたかって言ったら、受付で入ったんですけど、病院の、まあ、医療事務ってやつですね、多分ね。ほんでそれまでに医療事務経験っていうのもあったりとかしたので、多分それで採用されたんだと思うんですけど、まず受付って言われてるやん。やねんけど、受付にお姉さんが3人か4人かもう座ってんねん。で座ってる状態、それプラス、あ、2人かな、2人か3人か座ってて、でそれプラスこっちにパソコン打ち込み組っていうのがいるんですよ。2人いるんですよ。でここも座ってんねん。ほんでプラス3人か4人ぐらい立ってんねん。受付でもなんでもないねん。わかります？受付で、あ、こちらになっておりますって、はい、なんか保険証見せていただいていいですか、はい、なんたらかんたらっていうお姉さんがもう2、3人いて、プラスそれをカルテ引っ張ってくるときにどこにあるかみたいな、パソコンでね打ち込んでそれを確認するみたいな、パソコン打ち込みでのお姉さんが2人いて、でうちら3、4人ですわ。これ後ろ立ってる組、これ何するかって言ったら、カルテを取ってくるだけの役割。しかもやで、しかもやで、カルテを探して取ってくるんだったらまだわかんで、じゃなくって裏側にカルテ部屋があるんですけど、カルテ部屋の中にはカルテ部屋専用の人がいて、何をするかって言ったら、この横の部屋からこの受付のお姉さん方まで渡すと、もうこれだけ、これだけの仕事。って考えたらさ、めっちゃ楽やん。めっちゃ楽やけど、一日そこで朝から夕方まで俺週5って言われたら、もうなんかってか、無理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 。もう暇すぎて暇すぎて、もうゲレそうやって。ほんで、ちょっとあのねって、上の方にせっかく雇っていただいてあれなんですけど、人数がどう考えても飽和状態でございます。前のお姉さんがもう全員辞めると。例えば3、4人ボーンって辞めるから引き継ぎをしてくれって言うんやったらまだわかるんですけど、そうじゃないですよねって。だったらば人が余ってる状態だと思うので、申し訳ないですが、入社もう一回しちゃってるんやけど、ちょっともう辞退させていただきますと、辞めさせていただきますと、言って辞めました。っていうこともあったし、今度ね、セブンの夜勤で働いてる時に、前もこれもさ、もう何回もさ同じ話をこすって申し訳ないねんけどさ、昼間ちょっと入ってくれへんって言われて、土平日の昼間やったか週末の昼間やったか忘れたんですけど、なんか人手が足りひんからって言われて、昼間入っていいんやねんけど、その時間帯がたまたま納品もなけりゃないことないねんけど、その時間帯の中で一回納品あるかどうかみたいな、おにぎりかお弁当かちょこっと入れるか入れへんかぐらいの時間帯に一回入ったんですけど、レジの中にね4人おって、レジ2個やねん。いや、いらんくねーみたいな。しかも客来えへんこの時間。ほんでじゃあ品出ししたいなと思って、なんかおにぎりとかお弁当とかバーってある程度届くやんか。ほならいつもお昼に入ってらっしゃる人が行きますって言って割と行っちゃうやんか。じゃあやっぱレジにおらなあかん。これがね、まだお客さんがこう列になってると、ペペペペペペって袋詰めして、はい、ありがとうございますみたいな感じで急がなあかん。とかやったらまだわかるよ。客ゼロだ。ほんま辛かった。もうほんまなんかあの時計がね、後ろに時計ついてんやんか、コンビニって大体。レジから見えるんですけど、もうこっち
1秒を一生見てた。もう一生この時間が終わらないんじゃないかって思うぐらい時間が長かった。だから暇って辛いね。いや忙しすぎるも大変やし、私忙しすぎる職場でえらい目を負ったことあるからね。何回も話したことあるけど、夜中まで残業だからサビザンでマジで死のっかなーって思ったぐらい辛かったから、それはそれでどうかと思うで。いやねんけど、暇は暇で辛いで、拘束はされるんだから。だってだからすごい気持ちわかる。やっぱりね、あったペースで仕事をできる職場っていうのはどっかにあると思うねんな。で、他のお仕事探してるってコメント欄でね書いてらっしゃったと思うねんけど、今ってさ割と新規で入った方が時給高かったりとかするから、時給がこうちょっとずつ上がってきてるやんか。だから移るんやったら今からっていうのが割といい時期やとは思うねんよ。なのでね、なんかその暇すぎて辛いっていうのもな、もうほんまわかるから、できたらね合う職場が見つかってほしいなって思ったところでございます。皆さんはね、なんかまあお仕事されてたりとか、お家でいらっしゃったりとか、子育てされてたりとか、あと今ちょっとメンタルがね気持ち的にしんどくってお家におられたりとか、はたまた学生さんだったりとか、もういろいろだと思うんですけど、なんか今までの職場こんなんでよかったよとか、いやこの職場はちょっといけてないであったりとか、なんかあったらね、またコメント欄で書いてくださったらゆっくり読ませていただこうかなと思います。まあ、そういうのじゃなくてもね、普段のどんなことでもいいので、またコメント残してくださったら嬉しいなと思うよ。まあ、今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつも普段着でごめんな